はい、ではね、空飛ぶ車っていうかフライングカー、ちょっとテストしていきたいと思います。ちょっとね、風強いんで車横向けにしました。はい、で、モデルが違うな。モデル変え、もう今日はね、昼までにしてもうさっさと帰ります。はい、で、これちょっとね、これ作って今ただはめてるだけなんですよ。ちょうどね、カツカツでね、もうカチカチ、強くはまってるんですけどね。まあもしかすると飛んでる時にね、圧が強かったら、そんだけ、外れるかもしれないんですけどね。はい。ちょっと今、ずっと今喋ってたんですけど、録画されてなかったっていうか、あれ、録画したような、確か、録画したボタンを押した気がするんだけど、今、飛ばそうと思って確認、再確認したところね、止まってたんでね。とりあえずジャイロの話なんですけど、視聴者さんのね、ジャイロの話してて、つけないんですかって感じで、そのね、これちょっと特殊なね、ミキシングかけてるんでね、ラダーもね、エルロもエレベーターもね、なんていうかな、同じそのサーボでやってるんで、エルロンとラダーとかね、全部ショートするような形。うわー、すごいな。すごいな、雪。なってるんでね、ちょっと、ジャイロをね、最初、つける予定だったんですけどね、どうも、このタイプにはちょっとつけれそうにないんで、もう自力で、飛ばすことにします。はい。すごいな、ちょっと大分でね、こんな雪降ること、そうそうめったにないんですけどね。今一応車の鍵にいるんでいいんですけど、向き変えたんでね、はい、右左とね、はい、でこれ車モードはこういう風にね、じわーっと戻るっていうかね、はい、ちょっとちゃんと本当は真横まで戻らないといけないんですけどね、とりあえず、はい、ドローンモードで、浮かないね。今、フルスロットルまで行ったんですけど、浮かないね。なんでだろう。なんでだろうな。ダクトっていうか、あれ、つけたにな。つけたのに。なんでだろうね。いや、予想ではね、パワー上がってるんでね、浮くはずなんですけど、ちゃんと風は出てるし、でもなんかあれだな、上も表面、これ吸い込んでんのかな？あ、すごいな。やべ、ああ、散った。あとね、プロペラ今ちょっと服に触れてね、ぶっ飛んできたな。ちょっと失敗しました。なんでだろう。なんだろうな、一体。とりあえずまたちょっと考えてみます。一応ね、F16 がね、ここ、出口がね、55ミリなんだったんですよ。それをね、ちょっと自分50ミリに変えたんですけどね、パワー的に上がってるはずなんですけど、今ちょっと顔に、プラの破片が飛んできて、大丈夫かね。気は出てないとは思うんでいいんですけど、はい、とりあえず、また考えましょう。